アンヘル・サラス・ララサーバルは、スペイン空軍の軍人で、エースパイロット。スペイン内戦では、ナショナリスト軍に属し、第二次世界大戦では、スペイン人義勇部隊、青飛行隊を指揮した。1906年10月1日、サラスは、スペインのビスカヤ県のウルドニアに生まれる。1921年、軍に入隊し、1926年には、 砲兵注意となったが、1927年に空軍へ転じてパイロットとなった。1936年、モロッコ在勤中にスペイン内戦が勃発し、サラス・タイはナショナリスト側に参加することを決意して本国へ戻った。内戦ではデハビランド DH-89 ドラゴンダビードなどで飛んだ後、8月23日に2度52に登場して、 初戦火を挙げた。その後しばらくは、フィアット CR-32 に登場して、イタリア空軍と共に戦った。1937年、サラスは一個中隊の戦闘隊を指揮することになり、この中隊を連れて、ホワキンガルシアモラとの指揮する 2G-3 航空軍に編入された。6月末の時点でサラスの撃墜機数は7機を数えており、9月に、 モラトが一時スペインを離れた際 G、2G-3 の指揮を譲り受け、内乱終結まで、その指揮を取った。サラスの最も顕著な戦闘は、1938年9月2日に、I、I-16 を1機と、当時は高速で、撃墜困難とされた、SB-2 爆撃機3機を一度の出撃で、撃墜したことである。内戦期間を通じての出撃回数は百十八回。 空戦回数は49回で計17機を撃墜した。また地上攻撃で16機と車両を48台を破壊したが、自身も4回撃墜されている。第二次世界大戦では、1941年7月からスペイン人義勇戦闘機隊、青飛行隊の第一陣を率いて独ソ戦場に出征。青飛行隊はドイツ空軍。 第27戦闘航空団に所属、サラス少佐は BF-109E に乗って1942年1月までの半年間に70回の出撃で7機を撃墜した。スペイン帰還後は戦中から戦後にかけてドイツ、スイス、ポルトガル、フランスの駐在部官を長く務めた。1966年に中将に昇進した後も1972年まで スペイン空軍の養殖を歴任し、66歳で予備役に編入された。1975年にフランシスコ・フランコが死んだ後はスペイン王国、評議会の一員となり、1991年には原水核の空軍大将となった。1994年7月19日死去。ありがとうございます。